よし、おはよう。今日の課題はなんだ、ハトリック VS ギャロウェイとエドナのお使い。そして授業はなんだろうな、わからんとりあえず授業受けたいな、ステータス上げたいもんな。じゃあ先に校舎の方に行くか多分エドナのお使いってやつはあれだな、これなんか校長がキッチンの方に行けみたいなこと言ってたやつだよね、まあ、メイン課題みたいなそんな感じだと思うわ、まあ、まずは授業、英語以外がいいなんかこう体を動かす系がいいさあもう先に教室の前に行くか。教室がどこか分かんないけどここら辺だよね。これがハトリック VS ギャロウェイ。あ、なんか手伝い頼まれた、ちょうどいいな、ちょっと時間あるから受けるか。あ、チョコ入れろ。オッケーオッケー、もう慣れてるわそれは。上の階ね、ちょっと授業始まってもしばらくは許されるから、これを先にクリアしてお金を貯めよう、お金の概念がちゃんとあるからね。ここか、ちょっと鍵開け成長したからね、ゆっくり回せば OK。 ゆっくり回して、早く早く、来てる来てる、 OK、 間に合った。あ、危ない危ない危ない、間に合ってない。あ、まあまあ、やめて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 、 OKOKOK、 ちょっとね、女の子のために頑張ったんだから許してよ、見た目あれだけど見た目にすごい問題はあるけど、授業受けたい、授業、どこだ、外、あれこっちじゃないのか、外なのか、マジか、校舎の中じゃないんだね。新しいパターンというか体育的なノリか、ガレージか、もしかして。そっか、技術だもんね、それガレージだわ。つかちゃんと授業になるとみんないなくなるんだねあ、いる何人かダメなやつがいた、まあね、全員が足並み揃えて授業を受けるわけじゃないんだな。さあ着いたぞ、初の技術、画面に合わせて操作。はあ、何をどうすんの、え、 L スティックを回す、え、違かった、これどんな授業よ、猿のテストじゃないんだから。え、 L スティックを、え、右、右時計回りだよね、ラストチャンス、ちょっと L だよね、 L 左だよね、間違いなく。何これ、よっしゃ、じゃあ今度はもうできるだけ早くやってみるわ。遅いか、反射神経的な勝負かもしんないから、もう一瞬で判断して一瞬で回すわ。あ、いけたいけた、これあれだ、画面に出てからすぐ押さないとダメだ、ちょっとでも遅れるとアウト。オッケー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 、シビアだなこれ、ちょっとでも遅れちゃいけないのか。オッケー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 、よし、まあね、今後やり直すのはなしにしよう、ちょっと最初はねよく分かんなかったから。あ、自転車手に入れた優しいな、これ乗れんの、自転車ガレージの中に入っている、レーダーの鍵マークをチェックしよう。どこだろう、反対側か、なるほど、ガレージに置けるものは2台まで、はあ、他にもなんかもらえるんだね、もらえる可能性があるんだな。オッケーオッケーオッケー、よし、ガレージ、あ、ここか、これの赤いとこかな、おお、やった、どうやって乗んだろう、あ、三角で乗れる、うわ、これ操作癖ありそう、ペダルをこく、ブレーキ、ジャンプもできるんだ、へえ、あー、これなんか芝生の上も速く走れるし、ちょっと速度速いね多分めっちゃ飛ぶなこれすげえ、うわどこでも行けるんだ、速すぎてびっくりシンプルな感想しか出てこない。自転車置きっぱでも大丈夫かな、勝手に元の場所に戻るかな。さて、じゃあ次はエドナのお使いやってみるか、これずっとやってなかったもんね。さてさて、厨房に行けばいいんだよね、どいてどいてどいてよし、おお、料理してる、めっちゃ私服で料理してんじゃん、うわ、何してんの、え、汚っ、え、汚っ、
最悪かよ。こいつが隠し味になる。やめろよ。やらせるなよ。つかや乗るなよ。タバコも吸ってるしね。いやー衛生上よろしくね。なんかハエも飛んでるし。校長に言われたから来た。なんか用があるんでしょ。町まで行って、ちょいと取ってきてもらいたいものがある。はあ。いいね。猫を鍋にぶち込もうとしてる。やめろやめろ。冗談きついぜ。はあ、マーケットに行ってなんか買ってこいと。オッケーオッケー。なんか下着も頼むよとか言われたけど。前の楽器からこいつは吐きっぱ。うわー嬉しくない。マジか。最悪だな。うわ炎上どころじゃないのこれ。今までなんかね飲食関係で炎上してきた人が、震えるよね。ただもんじゃねえな。よし、まあ、とりあえず街に出れるみたいだから楽しみだな。それまではこのチャリ乗っていくか。よって、エドラに言われた品物を手に入れろ。オッケーオッケー。やべえ楽しみ。わ、もう出れる。狙いを定めるってどういうこと？え、なになになにこれ。あ、自転車乗りながらでもなんかできるんだ。へえ。あ、足は当たってる。すげえ。あ、ガレージそこにもある。とりあえずじゃあバッテン印のとこに行くか。オッケーオッケー。まずここね。わあ、乗り捨てもできるんだ、すげえ。開ける。さあ、一つ目はなんだ？結構いろいろ言われたけどね。あ、肉手に入れた。オッケーオッケー。賞味期限は今日中か。買い物できるんだ。あ、チョコレート買える。花束、そうだ。へえ、これってさ即時回復しちゃうのかな。バイバイ。どうだろう、手持ちに入るのかな。あ、入らねえわ。うん、いつも落ちてるのを勝手に消費しちゃうんだよね。なるほど、いっぱい持つことはできないんだ。次は残りのものを手に入れればいいのか。あれチャリどこ行った。あれチャリどこ行った。あ、そっちか。よかったよかった、消えなかった。自転車がそのままなのは嬉しいね。次はこっち。めっちゃちげえな、自転車乗る意味ねえな。オッケーオッケー。よいしょ、いいね。何屋さんだ今度は。見ずに入ったけど、これは、あ、カミソリか。ここでなんかできる。あ、散髪できるんだ。へえ。キャラメイクとかはなかったからね。ここで初めて変えられるんだ。色変えれる。何色にしようかな。舐められない色にしたいな。結構いい値段するね。コッパー、なんかコッパーいいね。違和感ないわ。そして今度は髪型。あーな、いいね。いろいろ変えられんじゃん、結構。迷うな。髪型を選んで色を変える感じか。なんか似たような髪型ばっかだな。全部一緒じゃない？ほぼ。あー、スキンヘッド。スキンヘッドがなんかいいね。バズカット。あ、なんか大体一緒だな。マジか。じゃあスキンヘッドでいいわ。スキンヘッドは色ないんだね。オッケーオッケー、購入済み。どっちにしろ被り物してるからな。あんま違いはないな。よし、次で最後か。オッケーオッケー。右下のさマークが全然女の人に見えないんだけど。番長にしか見えねえよ右下のやつ。今気づいたわ。よし、最後はなんだろう、ここか。何屋さんだこのさ、店の前にあるネオンのさオープンってやつ好き。ネオンの文字好きだわ、テンション上がる。ここは何屋さんだ、全然見てなかったわ。これが商品、ランドリーバッグ、洋服か。ここでは買い物できないのか。洋服チェンジはできるのかな。あ、服買えるわ。オッケーオッケー。なんかレアな服あれば欲しいね。
あ、ポロシャツとか売ってるわ、サッカーの。ラグビージャージは学校にもあったかな。結構ね、丈が長いというか。いいね、おっきめの服ばっか売ってるな。うわ、たっか、たっか。え、何がこんな高いの。上着とズボンが高えな。あとなんか時計みたいの買ったらすげえ高くなっちゃった。時計やめるか。時計はやめよう。これでいくら ?40 ドル。まあでも頭から下まで買ったらこれぐらいの値段になるか。ちょっと高えけどこれは我慢しよう。オッケーオッケー。おしゃれはねしょうがない。あー、結構いいね、この後ろの何、オールドアメリカンなロゴというか文字もいいね。オッケーオッケー。バス停を使ってすぐに学校に戻ろう。あ、そんなこともできんだ。これチャリ置いてって大丈夫かな。まあいいや、置いていこう。いや、いいなあこれ、結構気に入ってるわ。かっこいいわ。あ、絵になる絵になる。初めて愛着が湧いたわ。よし、スクールバスに乗る。これですぐ帰れるんだ。おお、シュッと止まったね。おお、オッケーオッケー。あ、これで学校の前まで戻ってこれたんだ、うん、まあ自転車置いてってもスケボーがあるからね、なんとなく次の日に戻ってきそうだよね、置いてった自転車とかは。ここいつもうまくいかん。オッケーオッケー。持ってきたよ。You better use that meat soon. The clerk said it expires at midnight. 早めに使った方がいい。一月は待つんだ。もうやめてほしいよ、絶対食わない方がいいわ。あ、15ドルもらえた。オッケーオッケー。いいね。芝刈りと新聞配達、ドルマークがあるから、これは何だろう、お金がいっぱい稼げるよみたいなやつなのかな。ちょっと見に行ってみる。他にやることがないからとりあえずこれをやればいいんだろうな。あ、レーダーのドルはアルバイトができる。はあ、お小遣い稼ぎをしたいときは行けばいいんだ。はあ、オッケーオッケー。どうしようかな、芝刈り行ってみるか。今はとりあえずバイトをしろみたいな感じだから、ちょっとバイトやってみるか。どれぐらいまとまったお金が手に入るのか。いいね、かっこいいなこれ。うわ、バックトゥーザフューチャー、捕まる、捕まれる。よし、目的地に着いたぞ。なんか途中でこのポテトの被り物被らされたんだけど。まあいいやいいや、ここでバイトができんのか。芝刈りか、まあその名の通りだね。あ、芝刈り機か。オッケーオッケー。なんか芝刈り機やってる時さ、すげえ悲しい BGM 流れるんだよね。これ何なんだろう。見てこのシリアスな曲、このシリアスな曲何。お花をやっちゃうと怒られるんだ。オッケーオッケー、安全運転ね。まあ、あ、でも結構至るとこに花あるな。危ね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 。一緒に生やすなよもう。花壇にしろ花壇に。オッケーオッケー。 100% くらい削ればいいのかな、草を。オッケーオッケー。慣れたもんよ、もうポテトの被り物して芝刈りって意味わかんないぞ。あ、完了したけど 100% にするとボーナスもらえんだ。じゃあそれは 100% 目指そうよ、うん、どうせならね。さすがにきつい。ここに 0.1 パーくらいある。やった、25ドルもらえた。いやでも 100% クリアきついやこれ、見えん。朝だったらまだいけるけど。おお、やった、ありがとう。帰らないとな。 OK、 じゃあ寝るか。今日もね、いろいろやったな。でも待てよ、なんかこのイベント進められるんだよね。ちょっと行ってみるか。女子寮だよねこれ。よし、ベアトリスの日記、なんだろう、女の子が日記書いてる系だよね。泣いてる、泣かないで、俺の顔見てよ、ウケるっし
Honestly, my cold sores are totally ヘルペスが再発したかわいそう。第2に日記を書いているところをハトリック先生に見つかって没収された。今は先生の机の中。明日になったら校長に渡す。日記没収するんだ。すごく個人的な内容なの。学校中に自分の秘密を知らされるなんて、お前の青春もこれまでだな。そしてあなたの青春もね。なんだなんだ、私とあなたのことが書いてある。おい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 、やめてくれよ。ポテトとお前は関係ないぞ。あなたがノートを取り返してくれたこと、私たちは恋に落ちたのよ。マジかよ。妄想じゃん、半分以上。嘘書いてる、嘘。くそ、なんだよ、もう。The cold sores aren't contagious once they start to scab over. ヘルペスが感染する。やめてよ、もう。すべてが嫌。裏の窓から回収しろみたいなのが出たな。とりあえず校舎に行かなくちゃいけないのか。くそ、こんなド派手な格好で潜入ミッションかよ。無理でしょこれ。これあれか、窓ってなんかここにツタみたいのが生えてんな。あ、これだ。なるほどなるほど、ここを登っていけばいいのか。マジか、もう10時だよ。時間制限1あるよね。2時までだもんね。オッケーオッケー。じゃあこっから学校の中に入るのか。オッケーオッケー。見つかったらいけない系だよねこれ。数学の教室を調べろ。うわ、いきなり先生左側にいるじゃん。危な、よく回避したわ今。このフロアの数学の教室、ここか。オッケーオッケー。ドアを開ける。閉まってる。職員休憩室を調べろ。うわー、これ緊張するな。緊張してる感ないけどさ、見た目のせいで。ポテトだぜ、ポテト。危ない、あ、見つかった。危ない危ない。一回振る、一回、ちょっと一回逃げ切んないとやばいな。そしてここで、よし、日記を取る。オッケー、日記取れた。あ、なんか書いてある。あの転校生のジミーって子、最悪。歯並びは悪いし、髪型はダサい。臭いし、それに、ひどい態度。でも、どこか人を引きつけるところがあるって、バッキーに話してみたら、なんだか嫌そうな顔してた。バッキーはとてもいい友達だから、少し悲しかったわ。最近何か嫌なことでもあったのかしら。てんてんてん。やっぱり、今日彼とすれ違った時に、私のことを見たの。彼ったら本当にフリーラジカルみたいで、彼の電子とペアになれたらどれだけ素敵かしら。二人で甘い有機化合物を作っているところを想像するだけでゾクゾクしてくるわ。気持ち悪い。気持ち悪い。表現が気持ち悪い。いや、これ破り捨てようぜ、うん、返す必要ないよね。これ抹消した方がいいよな。できるだけ粉々に。うわ、目の前に待機してんじゃん。マジかよ。あの手この手だな。よし、帰ろう。帰りは正面から出れんだ。オッケーオッケー。取り返したぜ、ゴミを。取り返したよ。なんかいつもここから俺返しに来るな。よし、取り返してきたよ。中身はあんまり読んでないぜ。そのまま返すんだな。うわ、するのかよ。しかも20ドルもらえたし。完全になんかお金目当てな感じだなこれ。オッケーオッケー。寝るか、おやすみ。チャンネル登録をして最新の動画をチェックしてくれ。画面に映っているリンゴ、バナナ、イチゴ、オレンジ、ライオン、俺をクリックしてくれ。スマートフォンの人は下にあるチャンネル登録ボタンか説明欄にある URL から登録をしてくれ。